全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。世界で8億人以上のユーザーがいるとされている世界最大のソーシャルネットワーキングサービスである Facebook、 日本でも大きく浸透しており、この動画を見ているあなたも Facebook のアカウントを持っているかもしれません。もはや日常生活にはなくてはならないと感じる人もいる Facebook ですが、使い方を誤るとうつ病のリスクが高まるという研究が発表されました。この研究を発表したのはミズーリ大学の研究者です。 Facebook では実名を使って情報共有したり、いいねで気軽に感想を伝えたり、個人のプロフィールに簡単にアクセスすることができます。そのためリアルな人間関係に大きく影響してくることもしばしばです。家族や友達との触れ合いや関係づくりのために Facebook を使っているのであれば問題ありません。しかし、ある使い方をするとうつ病のリスクが高まるということが分かったのです。ミズーリ大学の研究者が学生700人を対象に調査を行った結果、自分の生活を友達と比べるために Facebook を使った人はうつ病の症状を起こしやすいことが分かりました。マーガレット教授はこう証言しています。ユーザーが Facebook 上で友達の行動やライフスタイルに羨望を感じると絶望感を示す可能性が高くなることが分かった。 Facebook は多くの人にとって非常にポジティブな情報源だが、個人の達成感を他人と比べるために使った場合、ネガティブな効果をもたらすことがある。 Facebook ユーザーはこうしたリスクを認識した上で利用する際はこの種の行為を避けることが重要だ。 Facebook を使っている人なら昔の友達や嫌いな人のプロフィールや投稿を検索したことがあるという人も多いと思います。しかし、相手が高級車を買ったとか結婚したといったポジティブな投稿を見つけたとき、自分がうまくいっていない場合は素直に喜ぶことができません。それどころか妬みや嫉妬といった負の感情が出てくることが多いです。この負の感情がうつ病リスクを高めるのです。ちなみに、人は何かと比較しなければ価値を判断することはできません。例えば、あなたの年収が1000万円あったとしても、周りの年収が1億円であれば自分の年収に不満を覚えてしまいます。逆に、あなたの年収が400万円だったとしても、周りの年収が200万円であれば自分の年収は十分高いと感じるでしょう。人はどうしても他人と比べてしまうものです。なので、うつ病リスクを下げるために他人と比較するのをやめるというのは難しいと思います。なので、自分の体調や精神状態を理解してうまく他人と比べましょう。気分が落ち込んでいるときやストレスを溜め込んでいるときは、自分より不幸な人と比べると安心できます。もちろん、相手にあなたは私よりもダメなんだということを言ってはいけませんよ。逆に、自分の調子がいいときやもっと上を目指したいときは、自分よりも成功している人と比べましょう。あの人のようになりたいというふうに思うことで前向きになれるはずです。同じ情報であっても、その時の気分によって感じ方が変わるということを理解して、うまく他人と自分を比べて生きていきましょう。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。